今日は武井壮にはるばるやってきました。田辺スポーツさんにお邪魔してます。どうでしょう、すごいですよ。大阪にはスキー場は一軒もないんですが、ブーツなどの品揃えは日本一のお店だと思います。まあブーツ以外もね、スキーも。さあ今日は田辺スポーツさんにブーツ着てきました。あ、担当さん、白石さんです。ありがとうございます。この腹筋やっています。通常の腹筋ってあんまり可動域が広くならないので、まあ、この腹筋だとしっかり設置して上に上げれば可動域はかなりキープできるんで、本当は足を下げるときにゆっくり下ろす、そうすると刺激も入るし可動域も広く取れます。